こんにちは、レトスのです。今回なんですけれども、時間を無駄にする3つの落とし穴っていうテーマであなたにお伝えできればと思ってます。試験も終わってですね、合格ラインは高いとかね、そこを出てますけれども、もしね、もうこれ今回難しいなってもう分かっているのであれば、もう次のことね、考えていかなきゃいけないんで、まずは、今年のね、これまでの勉強、自分が勉強してきた、この勉強の仕方の振り返り、ぜひ行ってみてください。その一つの切り口として今からお伝えする3つ、役立つと思いますんで、準備できていたかな、この落とし穴にはまっていないかなっていうふうに確認しながらですね、ぜひこの動画、ご覧ください。まず一つ目、丸暗記学習。もうこれはですね、もう試験前からっていうのがもうね、2、3年前から私はずっと、お伝えしている内容です。単にね、もう丸暗記、いわゆるテキストだったりとか、まあ、市販のテキスト、まあ、予備校のテキストも一緒です。あと、過去問集、市販の過去問集、予備校でね、支給される過去問集、演習問題とかね、そういったものの解説とかを丸暗記しても、やっぱり点数って上がってこないんですね。それはおそらく、勉強されてきた、あなたが一番実感したんじゃないでしょうか。やっぱりちゃんと丸暗記学習するんじゃなくて、理解学習をやるべきところはちゃんとやっていかないといけないっていうことです。まずはね、今回もう試験終わったので、それに気づけたっていうのがあれば、もう第一歩踏み出したわけです。だから、丸暗記学習じゃなくて、あ、これから理解学習ちゃんとやっていかないと、難しいんだな、っていうことを理解していただいて、そっちに一歩踏み出す。これがすごく重要です。理解学習で例えばどういうことかっていうと、国土利用計画法っていう分野ありますよね。例えばですね、これ弊社の、テキスト、弊社の、個別処理使っているテキストなんですけども、このように表になってたりします。で、こういった表っていうのはおそらくね、あなたがお持ちのテキストとかも載ってると思うんですよ。この場合は届け出が必要な場合ですよ。こっちは、届け出が不要ですよ、みたいな感じで、こう並んでたりすると思うんですよ。で、こういったものをね、丸暗記するっていうのが丸暗記学習なんですね。こういう覚え方するんじゃなくて、ちゃんと理解をしておけば、こういった結論になるっていうのは分かるわけなんですよ。これちょっと今回ね、事例でお伝えしたいと思います。そもそも国土利用計画法って、まあ、どういった、まあ、法律なのか。これは地価が高騰する、恐れがあるものを防ぐため、まあ、できるだけ地価はね、上がらないようにするってことです。そのための法律、ルールが記載されているのが国土利用計画法なんですね。なので、地価が高騰する恐れがある行為については届け出してくださいよ。ってしてるわけです。まあ、実際許可制もあるので、許可取ってくださいよっていうのもあるんですけど、まあまあ、とりあえずは宅建試験だとね、届け出制がほとんどなんで、届け出制について言うとそういう、考え方をするわけです。っていうことは、地価が高騰する恐れがないものについては、届け出してもらう必要ないですよね。つまり、判断基準として届け出が必要か必要じゃないかっていうのを、地価が高騰する恐れがあるかないかで判断をすればいいんだっていうふうになるわけですよ。そうすると、ここに書いてある、まあ、たくさんこうやって載ってるんですけども、この内容がスラスラ、こう分別することができるんですね。丸暗記しなくても。例えばじゃあ相続について考えましょうか。相続。まあ、これは、届け出対象じゃないんですね。届け出しなくていいですよってなっています。これどのように考えるかっていうと、あなたのお父様が、例えば市街化区域内の1万平米の土地、まあ、すっごい広い土地持ってましたと。で、お父様もお亡くなりになってあなたが相続しました。で、相続することによってその地価が上がるかどうかを考えるんですよ。どうですか？上がりますか？これ上がったらこれ偉いことですよ。不動産バブルになっちゃいます。周りの方にね、どん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 日本中でも、毎日毎日たくさんの方お亡くなりになるわけですよね。お亡くなりになって相続して、で、地価が上がりましたってなったら、どん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 日本の地価は上がっていくわけですよ。で、それはありえないですよね。お亡くなりになって、相続したら名義人が変わるだけでしょ。相続人に名義が変わるだけ、地価は上がらないです。なので、あ、届け出は不要なんだっていうふうに判断すれば OK なんですね。じゃあ続いて、時効取得。あなたが他人の土地を所有の意思を持って、まあ、長期間、まあ、20年、占有してましたと。で、この場合、まあ、時効。それで、それが原因で時効を取得しました。この場合、取得したから、あなたを届け出しなきゃいけないのか。まあ、これもね、すごい広い土地を考えてください。市街化区域なので、じゃあ1万平米の土地を
仮定してね、届け出必要ですか、国土利用計画法の届け出必要か、これも同じように考えたら答え導けます。まあ元々の土地っていうのは、まあ、じゃあ A さんと仮定しましょうかね。ただ、その A さんは全然この土地をね、まあ、面倒見ないっていうか全然放っておいて20年間ずっと放っておいて、その間あなたがずっと占有して使ってたと。であなたもこれ自分の土地だと思い込んで自己取得した場合、これ単に名義人がこれも同じく変わるだけなんですよね。自己取得したからこの地価上がりますってね、ならないじゃないですか。お金のやり取り一切してないんですから。ですよね。だからこの場合、自己取得の場合も届け出は不要なんだっていうふうになるわけです。贈与も一緒ですね。贈与無料でプレゼントじゃないですか。無料でプレゼントしただけなんで、単に名義人が変わるだけですよね。だから別に地価は上がらないんですよね。だから届け出不要で、まあ一番ね、問題でも出てくるのが売買ですよ。売買の場合お金のやり取りするじゃないですか。例えばね、1万平米の市街区域の土地がね、先ほど言っているようにありますと、まあこれ時価がまあ1億円と仮定しましょうか。それを10億円でやり取りしちゃうと、これ一気にバンと地価が跳ね上がる可能性があるわけですよ。だからこういった場合っていうのは届け出の対象になってきますけれども、贈与だったら無料でプレゼントなので、地価は別に上がらない、お金のやり取りないんでねっていうふうに判断をすれば、いろんなこの内容がね、どん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 頭に入っていくわけですよ。もちろんね、細かい内容確認しとかないといけないです。例えば抵当権の設定ってどんなものかってね、そう分かっていなかったら、じゃあ抵当権を設定するか地価が上がるかどうかを考えれないんで、抵当権の設定がどういった行為か、そんなのを勉強しなきゃいけない。先ほど贈与って言ったのも、贈与がどんなね、意味なのか、まあある程度のイメージでいいですよ。無料でプレゼント、このイメージで OK ですからね。まあそのぐらいなんですけども、それぐらいは覚えておかないといけないけれども、そういった基礎知識があればどん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 答えを導けるようになってくるわけですよ。だからこれが理解学習、いわゆる丸暗記学習の対比で、理解学習ですね。弊社の個別指導のプレミアムでもお勧めしている勉強の仕方です。実際にそれを実践していただくやり方なんでね、ぜひ行っていきましょう。なんでもしね、あなたが丸暗記やってたら、あ、これは変えなきゃいけないな、理解に変えなきゃいけないなというふうに理解に変えていただくということです。続いて、無意識学習。これも意外と言います。これ意外と言います。どういったことかっていうと、単に文字を読むだけの人なんですよ。読みながら頭でこう考えない。他ごと考えている。これ無意識学習。これやっちゃうとですね、勉強はしてるけども実力上がんない。勉強はしてるから自分は勉強しているっていうふうに錯覚してね。でも、実際は頭に入っていないからあまり意味がないっていうふうになっちゃうんですよ。だからこれちょっとタチが悪いんですよね。もったいないじゃないですか。やったらやっぱりやった分ね、持続上げてもらいたいんですよ。となってきたらちゃんとやったらその、ね、時間を集中して意識して頭を使いながらっていうのかな、ちゃんと考えながらやっていくってことです。例えばですよ、これ弊社の、解説なんですけど、ちょっとお読みいたしますね。心理留保っていう分野のところなんですけども、何も考えずに聞いててください。今から何も考えずですよ。単に文字を追うだけっていうイメージです。真意ではないという言葉があるので、心理留保という問題がわかります。この心理留保について相手方 B は知っていたという記述があるので、悪意だということがわかります。まあここまで、これさらっと読んじゃうと頭整理できないですよね。頭が整理できないで、結局は頭に入ってこない。これ弊社って理解学習、今最初にも言った通り理解学習をお伝えしたじゃないですか。理解学習は重要だよ。で、解説の理解よりも問題文の理解の方が重要っていうふうに弊社は捉えてるんですね。問題文が理解できなかったら解説は理解したとしても点数にならないんですね。これすごく簡単な事例があります。今日の天気何ですかって私は聞きます。今日の天気見たら晴れだって分かったら晴れって答えられますよね。正解です。でも一方、今日の天気何ですかってアラビア語で私が質問したら、おそらく晴れって分かってたとしても答えられないんですよ。そういう状況に陥るわけなんですね。だから問題文の理解まずしましょう。で、今言った部分っていうのは問題文の理解なんですよ。問題文の中に、今からね、無意識じゃなくて意識的に勉強していきますよ。
真意ではないっていう言葉がある。なるほど、問題文見ると真意ではない、あるな、あ、だからこれは真理留保って考えるんだと。ああなるほどなと、あ、真意ではないイコール真理留保なんだっていうふうに考えるわけです。で、相手方 B は知っていたっていう記載がある。知ってる、あ、だから、あ、悪意だってこと、こっから悪意だっていうことが問題文からわかるんだというふうに意識していく。これはね、もう一番最初の問題なんで、おそらくもう勉強されている方は当然じゃないかと思われるかもしれないんですけども、これからどん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 勉強を進めていく中で難しい問題に出くわすと思うんですよ。そういった時にちゃんと、意識しながらやっていかないと、どん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 頭から左から入って右から抜けるっていうようなことをずっと繰り返しますんで、だから意識的にやる、意識的に解説も読んでイメージしながら、あ、 A さんが B さんに債権譲渡したんだ、なるほどみたいな感じでね、まあ、口ずさんでもいいですし、頭の中でイメージするでもいいですし、意識しながらやっていく、これだけでもやっぱりね、効果って全然違うんですよ、ね、ぜひ行ってください。続いて無計画学習、これも意外と計画立てなくても勉強すればいいじゃんっていう方いるんですけども、まあ、確かにね、計画立てなかったとしてもコンスタントに着実にねやっていければ大丈夫ですよ。ただ大体のほぼ9割9分できないです。ちゃんとこれからね、あ、今からだったら1年ある、じゃあこのぐらいで、過去問10年分ちゃんと終わらしておこう、じゃあこの1ヶ月間でこれぐらい勉強しなきゃいけない、じゃあ1週間でこれぐらい勉強しなきゃいけない、じゃあ1日あたりこれぐらい勉強しなきゃいけないっていうふうにこう逆算して考えないと、結局合格のね、合格っていう目標に到達することって正直難しいです。また計画があることによって、自分が1ヶ月後計画よりも進んでいるのか遅れているのかって判断ができるわけですよね。そうすると、あ、これだけ遅れてるんだ、じゃあ残りの期間でこれぐらい取り戻さないといけないなっていうふうにさらに考えることができるわけですよね。計画なかったら何も分かんないんですよ。道しるべがないわけですよね。そうするととりあえず勉強したらいいんだっていう風になって、結局大体間に合わないんですよ。だから計画を立てましょう。もうできれば今日何をすべきかっていうのが分かる、これを最終的にそこまで落とし込まないと人ってやらないです。宅建の勉強ってしなかったら殺されるとかってないですよね。しなかったら給料上げませんってないじゃないですか。となってくると大体の人が後回しなんですよ。人は24時間、時間限られてます。その中で、勉強時間は自らね、意識的に入れていかなかったら、結局後回しで、あ、明日でいいかになるんですよ。で、明日になったらまた明日でいいかになるんですよ。それ、いつまで経っても明日でいいかでずっと過ぎていって、試験半年前ですよ。なかなかこれきつくなってくるわけですよね。1年前から勉強してる、計画立てて勉強してる人と半年前から、やばいやばいって焦って勉強する人って、もうこの時点でもう全然違うわけですよ。その試験半年前になった時にもう実力の差はもう明らかに違ってるわけですよ。気持ちの余裕も違います。やっぱメンタル面もすごくやっぱ必要になってくるんですよね。そういった中で焦ってね、やばいやばいってなってる方と余裕を持って計画立てていたらやっぱ余裕を持てるわけですね。っていう方とではやっぱりもう全然違いますし、だからこそ計画は立てていただきたいわけです。今3つお伝えしました。1つでもできていなかったらやっぱりね、なかなか点数上げることって難しいです。3つ全て重要なんで、ぜひですね、3つもし全部できていなかったら、まずは1つ1つですよね、1つ1つやっていく形になるけれども、まずはこれをやろう、これも計画ですよ。いついつまでにこれはやろう、もう計画はね、じゃあ今日中にやろう、じゃあ計画で立てたらいいのか、まあ弊社もね、まあ別の動画ありますんで、ちょっと探していただいて、見つけたりとか、まあネットで調べる計画の立て方みたいなね、調べていただいて、それでも構いません。今日中って決めたのであれば、今日中にやる。まあ今日中にやるのが一番いいですよね。っていうふうに計画を立てます。これが一番やりやすいのかなと思います。あとはもう日頃の勉強ですよ。今すぐできるって言ったらこれですね。なのでまあ3番は、今日とか明日中に、もしね、来年リベンジするんだっていうのであればもうやっちゃう、まあ、そのぐらいの気持ちはやっぱないと、またこれも明日やろうなっちゃいますんでね、まあ、ぜひ一歩行動に移してもらいたいです。ぜひですね、来年の合格目指して、まあ、この動画見てるのはね、もう次の年だったらあれですけども、次の合格目指して頑張っていきましょう。宅建合格を目指しているあなたへ。
宅建に合格するための情報を無料でお伝えしております。無料のメルマガでは1日3問宅建の過去問を、詳しく分かりやすく解説させていただいております。動画についても、無料でどんどん有益な情報を、ご提供させていただいておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録は下の方から、また、1日3問のメルマガの登録については下の、動画の解説、動画の概要ですね、そちらの方からご登録いただけますんで、ぜひよろしくお願いいたします。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レッドスノー小野でした。